もちろんね、これでシャツを脱い、ハギーズショーツのロング、もちろん白いTシャツでもいいんですけど。早いですね。1年の半分がもう過ぎました。そして7月ですよ。こんにちは、大手シェアです。ご視聴どうもありがとうございます。7月といったらもう完全に夏ですよね。昼枚数が減らすことができるので、とても快適に過ごすことができるっていう点ではとっても大好きな季節です。一方で昼枚数が少ないとシンプルになりがちなので、遊びも入れつつ楽しんでいきたいなと思います。まあ一番多いのはきっとね、今年は白 T 頑張って着ていこうってお話ししているので、このユニクロのクルーネック T、 これを着る機会が多いんじゃないのかなとか思いつつも、やっぱりこういうね、色のついている T シャツなんてのも着ていきながら、白だけではなく色だけではなく、こうブラックのね T シャツ、まあ僕はね今までねブラック派でした。まあなんでかっていうと、汚れが目立たないし、シミが目立ちにくいしっていうことで、黒い T シャツがすごい大好きだったんですけれど、やっぱり白い T シャツってなんか清楚な感じがして、すごい夏っぽくていいじゃないですか。そして白いのはね、長いの、これももう毎回最高最高と言っているエアリズムコットンの長袖の T シャツですね。表面はコットンっぽいんだけれども、裏地がエアリズムのテクノロジーも使っているので、着ている感じがひんやりとして涼しくていいですよっていうところがあるので、やはり特にこの暑い季節に紫外線対策もできるし、室内でのエアコンが効いているところにも大丈夫だしっていうので、結構活躍してくれるんじゃないのかなと思います。T シャツ系も好きなんですけれども、シャツが涼しいので好きです。これもパタゴニアのコットンのシャツになります。コットンもいいんですけれども、こういうヘンプの素材もこういいですよね。着るか着ないかは抜きにして、ポケットの中またはカバンの中には忍ばせておきたいのがフーディニですね。カフェで寒い時にはこれを着たいんですよ。パンツの方が、まあ今も履いているんですけれども、バーギーズショーツの、まあこっちはロングですね。こういう色のものだったり柄のものだったりとか、こっちはショーツ、うん、ショーツはね、まあランニングする時にもすごいいいし、活躍のシーンがねたくさんあります。スタンドアップショーツっていうものがねすごいいいんですよ。これはね、まあ、コットンでできていて、バギーショーツよりもかなり肉厚にはなっております。筒がしっかりしているので、結構下からの空気の流れとかも良くて、意外にね快適なんですよ。で、汗もねしっかりこう吸ってくれて、で僕の大好きなこう履けば履くほどに味が出てくるっていうところがあるので、これについては詳細はまたねレビュー動画をね気合を入れて作りたいと思いますので、お楽しみにくださいませ。テルボンヌジョガーズ、まあ運動する時もいいんですけれども、日常でもねこういう薄手なロングパンツっていうものも履いていきたいなと思います。僕の大好きなデニムといったらリゾルトの710。夏の方が色落ちが進むのが早いって、リゾルトの林さんも、お話ししていたので、封印はせずに頃合いを見ながら履いていきたいと思う所存でございます。ポケットの中身がね少ない方がより快適だと思いますので、こういうねサコッシュだったりとかするミニポーチ、こういうのにお財布とかスマホとかフーディニとかを入れて出かけたいところですね。そんな感じで早速ね、ちょっと何個か着てみたいと思います。毎回僕はこれで行くっていうののトップバッターには、まあデニムをあげているんですけど、ちょっと涼しげな日だったりとか、エアコンの効いている場所に行く時間が長かったりする時には、やっぱりデニムを履くっていうのも捨てきらないでいきたいと思います。そして、今年の夏のテーマとしているこの白い T シャツをね合わせるということで、なんかこの格好だとね結構人と被ったりとかね、しやすいのかなっていうのはあるので、まあサンダルだったりとかキャップだったりとか、サングラスだったりとか、その他のものでね、結構個性を出していけばよろしいのではないのかと思って
ております。シャツをインしたスタイルも結構いいですよね。できる限りこれで出かけたい。先ほどに引き続きそこまで暑くない日のスタイルです。白い T シャツの上に、長袖のヘンプの涼しげなシャツを着て、ショーツだけをスタンドアップショーツに変えてみました。いかがでしょうか。逆三角形のシルエットって僕結構年間を通して好きで、上半身の方がボリュームがある方が好きなんですね。なのでこのロングとショーツっていう組み合わせはすごい好き。そしてそれをより際立たせるためにキャップではなくてハットの方を選んでみました。いかがでしょうか。これでね、もし暑かったら上をねこう脱いでしまっても OK だと思いますので、はい、こんな感じでね、はい、ショーツだけをね、こっちのバイールショーツのロング、そしてこの柄が入っているものに変えてみました。これだけでもだいぶ印象変わりますよね。もちろんねこれでシャツを脱いだ時でもこの組み合わせでもね全然いいですよね。これをねキャップなんかにしてもねきっといいと思います。バギーズショーツを柄ではなく単色にしてみました。シーンを結構選ばないでコーデできると思いますので、なんか組み合わせるの考えるのめんどくさいなっていう時はもうこれ組み合わせておけばね結構いいですよ。でこれがね今ハットなったのをキャップに変えるだけでも全然テイストが変わりますよね。こういう赤のポーチとかもワンポイントで入れてみるともう全然ね、はい、僕はあまりやらないんだけれども、先ほどの黒のバギーズショーツのロングに、黒の T シャツを合わせてみました。全身黒で攻めるときはなんか中途半端に色のあるものを取り込んでしまうとなんか浮いてしまうので、こういうキャップだったりも黒にした方がいいし、ポーチなんてのもね黒でもう徹底的に黒で攻めると統一感が出るなっていうので僕は好きかな。いいですね。こういう人を街で見かけたらそれは僕かもしれません。半袖のチェックのシャツ、そしてコットンのショーツ、スタンドアップショーツもそうですし、グラミチもそうですし、バギーズショーツみたいなスポーティーなパンツではなくてコットンのパンツ、そして T シャツではなく、いよいよ襟ついてるじゃないですかっていうのを着ることによってちょっとカジュアルになりすぎてないですよねっていうテイスト。このコーデの、ちょっと気をつけなければいけないところは、帽子をですね、たまに Vlog の中でもかぶっているコットン素材の帽子を合わせてしまうとなんか探検家になってしまうようなところです。だけど僕はあえて探検家としてこの格好で、結構出歩くことが多いです。本当にお気に入り。テレモンヌジョガーズを履くときにはこんな感じで攻めようかなと思います。もちろん白い T シャツでもいいんですけれども、シンプルになりすぎないかなっていうのとか、スポーティーになりすぎないかなっていうのがちょっと気になってしまったので、こういうチェックとかのねシャツと組み合わせることによって、まさかあの履き心地の良き、そしてトレランでも使えるようなパンツと組み合わせているとは思わないですよね。これなら涼しくロングパンツを履くことができるのかなと思います。はい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 、いかがでしたでしょうか。7月はこれを着ていくでございました。パンツをねやっぱ積極的にこれから夏も履いていきたいなって思うんですね。それだったらやっぱデニムを我慢して履くっていうよりも、テルボンヌのような涼しいロングパンツが欲しいところです。でスポーティー系はねテルボンヌにお任せするとして、もうちょっとね落ち着いた感じのが欲しいなっていうので、こうヘンプの素材でできているパンツがいいのあったら欲しいなって、いろいろチェックしているところでございます。皆様何かおすすめのロングパンツなんだけれども涼しいっていうものあったらぜひ教えてくださいませ。ユニクロさんとかにねなんかいいのあるんじゃないのかなって思っております。はい、
最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。いやー、暑くなってまいりましたね。着るものも大切だと思うんですけれども、僕結構ね、履くもの大切だと思うんですよね。あの靴下がね、やっぱり暑いじゃないですか。冬は寒いから絶対に靴下なんだけれども、夏は絶対に靴下履きたくないって思っちゃうんですよ。そうなるとおのずと、ね、サンダルの、登場シーンが多くなってきます。僕はあの金のサンダルがすごい大好きで、いろんな種類をねこう履き分けたりとか、あとはまあランニングする時も使っているんですけど、自分で作ったこうわらちっていうね、サンダルなんていうのも履いてたりします。はい、ちょっとサンダルの話をし始めるとまた長くなっちゃうので、別の動画でもお話ししようかなと思います。